ダニー小谷のシューバキホーバキホーレビューコーナー。続きましての商品いきましょう。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、カルビーさんから発売いたしましたチーズポテト。こちらはですね、ジャガピーという名前がついております。ゴーダチーズ使用と書いております。芋とチーズのブレンドした一つの作品ではないでしょうか。このお芋ちゃん、かわいいお芋ちゃんにですね、美味しいチーズが混ざっちゃってできた一品だと思います。早速試食してみましょう。パッケージも大変開けやすくなってます。サササッと開きますね。あ、食べやすいサイズとなっておりますね。このちっちゃい感じ、マックのポテトをちっちゃくした感じではないでしょうか。でも肝心なのはお味の方ですね。サクサクしておりまして、これ芋とチーズ食べた瞬間に芋とチーズが口いっぱい広がる。このサクサク感も私も大好きです。スナック菓子、これもお酒に合う、ビールが飲みたくなる一品ですね。程よい感じのしょっぱさも絡んでおりまして、カルビーさんからのこの商品よろしいのではないですか。皆さんもお試しあれ、ジャガピーチーズポテト味、食べやすいサイズの細い短い感じのジャガピー、ジャガピーチーズ味、お試しあれ。ダニー小谷のバキューレビューコーナーでした。次の商品にもまた期待してね、アンド登録してお願い。